めっさうまいわ。どうも武田バーベキューです。ナイスバーベ。さあ皆さん、もう2月なんですけども、バーベキュー何回しましたか？まだしてない。僕はもう5回しましたよ。さあいうわけで始まりました、ブロガーさんめっさうまいわ。このコーナーはですね、大阪のグルメブロガーさんがおすすめするお店に私武田バーベキューが訪れ、そのお店の美味しさを紹介するというコーナーとなっております。さあ今回も情報をいただいております。今回情報をいただいたのは、ありがとうございます、大阪金ロックさんですね。さあ今回はなんと吹田のお店を紹介してくださってますので、早速調査に行ってきます。今回調査するお店は吹田市朝日町にありますルーツカフェ。昨年8月にオープンしたばかりのお店。店内はシックな作りで、ゆったりとお茶が楽しめます。さあ来ました、こちらがルーツライスなんですけども、一見オムライスのように見えますが、なんと上にかかっているのがですね、自家製のミートソースでございます。これがすごくいい香りで美味しそうなんで、ちょっと食べてみたいと思います。うわこれはいいですね、この断面、黄色とね、このミートソースの色が、うん、うミートソースめっちゃ美味しい。このね、これでもかってぐらい肉が飛び込んできて、このミートソースの味がふわっと広がった後に、このねご飯がバターライスなんですけども、ほのかにバターの風味が広がって、これが美味しい。さあそしてお好みでね、こちらのトッピングの粉チーズをかけて、うん、またチーズの風味が加わってめっさうまい。こちらはね、あのケチャップとかデミグラスソースと違って飽きないですね、自家製のミートソースっていうのが、うまい。そしてこちらのルーツライスはセットになっておりまして、なんとデザートもついてくるんですね。今日僕がいただくのは桃のムースなんですけども、かわいいですね、これどんな味なのか。うわあいい、ふわふわ、うん、あこれ美味しい。桃の香りがふわっとね広がって、口どけが優しいです。うん、さあこちらのルーツライス、このねなんとプラス200円でコーヒーや紅茶もつけることができますので、1000円でこのボリュームで楽しめるという値打ち価格となっております。さあこのルーツカフェでぜひこのルーツライスのセット楽しんでみてはいかがでしょうか。卵がトロトロです、うん、いやーめっさうまかった。自家製ミートソースがかかったルーツライス、あれも本当美味しかったんですけども、なんとカレーライスが自家製で本当に美味しいんですよ。そしてなんと土日にはその美味しいカレーライスが500円で食べれちゃうという特別出血大サービスもやっておりますので、そちらの方も楽しんでいただくと同時に、カフェなんでね、自家製の引き立てのコーヒーやそして紅茶なんかも一緒に飲んでいただいて、ほっと一息していただくのもいいんじゃないかと思います。さあ今回ご紹介したお店はですね、大阪人ロックさんのブログ、武田バーベキューのブログ、もしくはシティライフのホームページに詳しく載っておりますので、そちらの方をご覧になってください。いやー今日もめっさうまかった、めっさうまかった。いやーやられた、好きそう、はい、大好きですね、やっぱ、うん、ありそうで、そうなかったね、え、誰もがやってそうなんですけどね、やってそう、やってそう、うん、でもやっぱりどうしてもデミグラスソースになったりとか、はい、普通にケチャップになったりするところが、うん、がっつりミートソース、しかもね、あのご飯がバターライスになってて、そうコクがあって、うん、かといって、はい、しつこくはなさそう、なさそうですよね、武田くんが、ええ
思いのほか言ってたからね。どんなキャラなんですか。いやいや気に入らなかったら食べへんみたいな。だから女子でしょあの子。そうなんですよ。あの子口女子でしょ。食細いんですよ。そう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 。実はもっとがっつり言ってくれよと思う時があるんやけど、おちょぼ口ですよね。そうそう、がっつり言ってたから。お母ちゃんの味なんですよね。あれぞ食べたい。あれはね、いいですね。おしゃれなカフェでした。はい、はい。